おはようございます。おはよう。今日はどこ行くんだっけ。今日は名護のカツオだけ。カツオだけっていうの、うん、カツオ、カツオだけっていう山に、うん、ランクル3台78プラドで、うん、そう、これからちょっと準備して、もう一人、もう一人多分まだ寝てるから叩き起こして行こうぜみんなでドライブして、 あっちの方はランクルで俺初めて行くから、誰や、結構楽しみにしてた。この1週間死に楽しみに、結構楽しみ。いやまあ顔寝起きすぎだろガチで寝起きです目がやばいよ な準備してから、準備してから行こうぜ。続き、ま、OK、 待っといてー、待っといて死に天気いいやに。そう、天気いいっすね、今日は。やばい、デジ最高だよ。ここは緑がいっぱいだけど、またまた緑がいっぱいのところ。だからよ、今から緑たくさんのところ行くから。綺麗な海と。やば、天気良すぎだろ。敬語使わないの無理じゃん。ちょ、厳いや。厳いじゃん。結構きついや。これが自然ってことで。ああ、そうだ。敬語使うのやめようと思ったけど、普通に多分使うと思う。いや。めちゃめちゃ。体育会系だから使ってしまうね。体育会系はもう上下関係デジだったから使ってしまうな、敬語は。ってことでまた迎えに行って、今からビクターの車ランクル78取りに行って、そっから自分の家向かって、ね、俺も準備して、とりあえず車取るとこまで取る。ああそうだね。で早送りでバーって歩いて、で一回今から車取り行きます。ってことで私の実家の方に来ましたけど、見えてきたよ、ランクル。お母さんいるかな。いるよ、まだ。あ、いますね。全然います。はい、到着。車好きで、ランクルの隣はお母さんの86が通ってます。な、ちょっとお母のナンバーは見せれんけど渋い86が通ってます、うん、ってことで俺の家に向かおうぜ。向かいましょう。レッツゴー準備終わりましたか。おっつ、こっちに止めてあるので、バチバチ決めてきましたね。楽しみやすさ、楽しみに、超楽しみにしてきたよな。やっと楽しみ。あともう一人だね準備バッチリ決めてきたから、準備バッチリ。じゃあもう一人が車ですね。待とうぜ、待ちましょう。ういっす、来た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 。危ないこいつマジで荒いこいつ。みたいリクター来たね。寝坊です、大遅刻。はい、大遅刻の修理さん。仕事明けです。仕事終わりで爆睡中でしたね。謝罪してるみんなに。謝罪、謝罪した寝起きやしこいつの感じで。じゃあ行きましょう、行きましょうか。レッツゴー。Letting go when I want
緒に綺麗だよ。デジいい感じ。人間の人間のはやばいだろ。着いたね。意外と近かったよ。意外とね。日本語が下手くそなの。日本語も英語も下手くそ。山登ると思って俺ちゃんと履いてきたの。俺革靴。こいつら舐めてるやフォース。山は舐めてるやつ。山は舐めてるわけではないけどね。山が俺らを舐めてる。逆にゴツゴツしやがって。逆に。逆に。人間様を舐めてる。人間舐めてる。自然舐めたら痛い。マ
マジで超自然で超天気いいよ。さっき来る途中太陽隠れてたのに、こっち来た瞬間電子雲ついてた。電子雲ついてた。いいですね。こっち来た瞬間晴れたよ。晴れました。俺なんかのこと待ってたやん。マジで。今日誰がいると思ってるよ。晴天がいるからな。今日は。それは晴れるわ。それ晴天の男がいるからよ。それ晴れるわな。見てみや、お前これ山でも大丈夫だよ。ガチモンの。かくれんぼする。かくれんぼするか。山の。お前一応俺草かぶるよ。話聞かんから。そうか。これ焼けるな、マジかぶた。ライン返しながら聞いてた。ライン。ライン。うわ、マブ。ベージュ。俺らの角度超マブいな。だってよ。こっちの角度でやらんと逆光なるやつ。確かに。影で。ひたすらゆっくり。今日はカツオだけにやってきました。ランクル3台で。今、ハエみたいな飛んだ。うん、ああ。何不安かよ。しっかり飛んでおります。でもなんか、昨日 TikTok のコメントで、キャンプみたいって。ああ、だからね、キャンプ動画出してほしいって言ってた。今度普通にキャンプして。キャンプ、ちょっと早い。ああ、でもこのぐらいの温度がいいかな。夜はちょっと寒いぐらいだから今、うん、ちょうどいいか。いい季節。ちょうどいい。暑いけど、昼間。昼間はマジで暑い。やめてほしい。今日何度か ?21。21だけど、太陽出てるから体感気温。うん、普通に暑い。普通に暑いんだ。内地はまた寒かったぜ。最近行ったけど。あ、そっか。お前福岡行ってたよな。うん。超寒かった。寒かったんだ、やっぱ。うん。一桁台だった。えぐ。今週だよ。今週福岡行く。やば。でもちょっとは上がってるよ。ちょっと上がってる。俺も結局、一桁台って言っても、ダウン一着で行けた。T シャツ。じゃあダウン持ってった方がいいのかな、福岡。ダウン持って行った方がいいんじゃん。一応持って行った方がいい。一応。うん。一枚ぐらい。合わせやすいやつで、カーディガンも着てんじゃん。カーディガン買ったから。ああ、昼間だよ。行き来は行きと、うん、あ、行きは別にいいんだけど、帰りはパーカーとかがいいです。そうね、そんな薄いやつがいいし、空港でちょっと我慢したら超暑いから、うん、空飛行機の中と沖縄着いた時。確かに絶対それで。俺アラスカから沖縄に帰ってきた時マジビビったやつ。お前アラスカ行ってたの？人さまそういるよ。アラスカってどこ？アラスカってアメリカがあってカナダがあるさ、うん、のカナダの横にあるわ。一応アメリカだけど。アメリカ大変。膝ぐらいまで雪積もるからガチで。あ、何なの？普通に夜とかオーロラ見えるわけさ。うん、超みたい。そんぐらい寒いとこから帰ってきて、沖縄の湿気にびっくりした。最高だよ。全身毛穴開いてくる。汗ぶわーって出てきた。やばいな。ガチやばかった。いやー、アラスカ。1年だけだったけど、めっちゃ綺麗だったですよ。アラスカとかいいよね。カナダ行きたいな、俺。カナダ行きたい。超行きたい。カナダ行きたいな。タイも行きたいな。タイも行きたいし。東南アジアマジで嫌だ。てかアジア嫌だ。北朝鮮も行きたいな。北朝鮮行ってみたいな。俺って、行きの飛行機で、いきなり国歌流れる。あ、らしいな。みんなで歌うって。大声。飛行機の中で。超怖いよ。北朝鮮の国歌流れるし。死にくさい。いくさ女がすんねん。別に俺の方ならきつい。ビクさん、今山登ってるけど、きつくね、もう。やばい、もう結構40分ぐらい歩いてるけど結構嘘つくな、お前まだあそこしか、あ、こっからしか歩いてんのや。全然歩いてんのや。一人はもうガチで山登れる格好だけど、どこ行くの、どこまで行くの。頂上はきつい。俺らこんな格好だよ。俺革靴履いてきたやつ。やばい、死に滑るやつさ。革靴、えぐい。これやばいやつさ、マジで。絶対こける。結構足元が
マジで悪い足元。こんな感じです。やば。穴ある。穴？なんか動物の巣かな。ベクター動物の巣っぽい。ベクターも動物の巣か。ベクター頂上疲れたなもう。頂上はいいよもう。ちょっともう戻ろ。戻ろ。もうこれ以上先はちょっと今回はやめときます。青くしたいなら一人で行け。叫んだお前。やば、死に綺麗。あー飛ぶやつさ。キリ、キリがすごいな。うん。PM2.5。中国。中国。これリアルに気をつけんとガチで滑りやす。あ、もう滑って。手ぶれえぐいけど大丈夫かなこれ。YouTube。足元注意。チャタン来てるね。聞いたらチャタン来てますね。テンさん。もう早いね。何時？何時今も。今もう10時。もう疲れ切ってるけど、もう眠気。もう顔もみんな疲れてるやつさ。もう今日ずっと運転だったな。確かに長距離運転だったな。ガソリンももうみるみる減っていきますね。デジ減ったよ。意外と減ってなかった。意外と減ってなかったけど。普通に今日は充実した。信じるよ。嘘言っちゃいます。ランクルかもやってるし、ね、変わったんだよ。いや、ランクルマジで減らんから。78プロだと本当に燃費全然。意外と燃費全然、ね。長距離の方がなんか燃費いい気がする。長距離は燃費よ。短いところだったら。止まったりしないけど。けどしょっちゅうエンジンかけたりつけたりとかしたら速いな。長距離は全然いけるので、皆さんも長距離で沖縄に来たら名護に行ってください。勝つうだけだっけ。カツウだけでした、すいません。カツオじゃない。カツオって言ってる。カツウだけでした。この人がカツオって言ってる。俺が間違えてたカメラマン。今回の動画もしよかったら、はい、チャンネル登録と高評価、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。また次はキャンプとかそういう系出していきます。キャンプ行こう。もう時期なんで、うん、次はキャンプです。でもう一人のメンバーの海藤が報告なんですけど、ハイラックスサーフ、サーフを検討してて、今買うかもしれないっていうことで、ほぼ買うと思うんで、その様子ももし決まったら動画撮っていきます。じゃあまた会いましょう。はいはい、バイバイ。